鳥居立田神社は奈良県伊古間国枯賀町立田にある神社。式内社で旧社格は剣社。現在の祭神は次の通り。延長5年成立の演儀式新明帳における祭神の記載は二座。同帳では立田彦立田日女信者二座と記載され、元々の祭神は立田彦古神、立田日女神の二柱であることが知られる。これに関して、 タ田大社から天を柱命、国を柱命の二神が勘定され、元々の祭神は忘れられたとする説等がある。山都市では、タ田大社の本宮に対して、当社を、タ田神宮とする。社殿では、聖徳大子が法隆寺の寺地を探し求めていた際、白髪の老人に化身したタ田大名人に会い、怒るの里こそが、仏法交流の地である。私は、 その守護神となろうと言われたので、その地に法隆寺を建立し、鎮守者として、竜田大明神を祀る神社を創建したという。延長5年成立の演劇式神明朝では大和国へぐり軍に、竜田日小竜田日助信者二社と記載され、式内社に列している。明治維新後、神仏分離によって法隆寺から分離し、境内にあった寺院関連建物はすべて破却された。 明治4年には、三里町建野の竜田神社の拙者となった。大正11年3月に、竜田大社から独立し、近代社格制度において県社に列している。所在地交通アクセス。ありがとうございます。